どうも皆さんこんにちは、吉沢亮です。あ、冗談ですよ、ごめんなさい、そんな怒らん。皆さん焼肉は好きですか？まあ日本にいたら毎日肉食べてると思うんですけど、バイチロー。ところで皆さん、焼肉は食べ放題派ですか、それとも単品派ですか？あまり量食べれない人とか単品の方がいいと思うんですけど、僕万年金なし一般庶民なんでね、食べ放題派なんですよね。いやでもなんかさ、食べ放題の方が気を使わんって頼めるというか、追加注文する時とかもメニューとにらめっこする必要も財布と相談する必要もないから頼みやすいんですよね。ということで今回は食べ放題界のプチブラ、炙り屋で合流しながらおすすめのメニューを紹介していきたいと思います。なんてたって僕はね、元従業なんですよね。まあ僕がいたのはワンカルビという少しだけメニューと制服と立地と客層が違う場所で働いてたんですけれども、まあざっくり都会が炙り屋で田舎がワンカルビやと思っておいてください。とはいえこの炙り屋関西発祥なんでね、関西でも大阪に13店舗、京都府に2店舗しかないんですよね。なので近くに炙り屋ない人はワンカル行ったらほぼ同じメニュー食えます。ちなみにワンカルビもね、関西発祥なんで、東は滋賀県、西は九州あたりまでしか確か店舗なかったんですけど、今見るとなんと首都圏に6店舗もできてたんですよね。東京、神奈川に3店舗、埼玉に1店舗と。いやすげえや、ワンカル知らん間に東京進出してるやん。ただワンカルはいけると思うけど、この炙り屋ね、都心部にほとんどあるんで、飛び込みでまあ入れないんで、予約必須です。枝豆をつまんでるところ失礼するぜ。炙り屋にもコースは大きく3つ存在するんですけど、今回僕は牛タン国産牛食べ放題コースにいたしました。ちなみにお値段税込みで5588円と。任天堂スイッチのなんかスマブラあたりの高いソフト買えるでこれ。そしてさらにプレミアムな食事を楽しみたい方には、特選黒毛和牛牛塩タン食べ放題コースというものもございます。あ、お値段6358円。まあ、黒毛和牛が食べ放題って考えるとこんなもんなんかもしれないですね。その他4708円のコースもありますが、このコースは牛タンが食えないんで論外ですね。ということで早速肉からかぶりつきたいところですが、あー、お肉と女の子はデリケートに扱えよって。なーに、大したことない死んだじいちゃんの遺言さ。やっぱ人間老いには抗えないんでね、血糖値の急上昇のことを考え、まずはサラダから食べていきたいと思います。今回僕が注文したサラダは新しく登場したトマトモッツァレラのサラダでございます。何ですかこの意識高そうなサラダ。これはさすが5588円する食べ放題のサラダ、高いだけありますね。写真通りのものがまんまきます。これ僕もね、昔働いてた時盛り付けの経験はあるんですけど、ワンカル、炙り屋どっちもね、これ盛り付けめっちゃ厳しいですね。毎回グラムしっかり測らされて、乗せるものの種類の個数とかまでしっかりきちんと決まってますね。もしかしたら店舗によってその辺の緩さは違うんかもしれないですけどね。僕のいた店は結構その辺厳しくやらされてましたね。二度と働きたくない。あ、全然あれやで、嫌な思いしたとかそんなんじゃないで、全然楽しかったし、めちゃめちゃ仲間も友達もできたんやけど、業務内容がしんどすぎる。まず覚えなあかんこと大量にあるんよ。しかもね、ワンカル炙り屋ってね、従業員が定期的にテストあるんですよ。すごいでしょ。僕初バイトやったから、世の中のバイトって全部それが普通やと思ってたんですけど、メニューしっかり覚えてるか、盛り付けどうかとか、グラムどんなんかとか全部しっかり覚えさせられて、それをテストさせられるんですよね。まあ、そのテストの成績がずっと良ければ昇給があったりとかね、時給がアップしたりとかなんですけど、時給がアップしても大してアップなかったな。100円アップとかあればよかったけどな。確か当時10円アップとかやった気する。ということでロボニャンからニャンを抜いた配膳ロボットが持ってきてくれたお肉がこちら、ネギ牛塩タンでございます。一応4708円のコースにも塩タンはあるんですけど、こちらを頼んでしまうと豚になっちゃうんですよね。まあ豚タンの方が安く手に入れられるからね。ちなみにこれ配膳した時の説明は、こちら両面焼いていただけまして、焼き上がりましたらおネギを巻いてお召し上がりくださいませみたいなこと言ってた気する。おっと、俺また若干覚えてんぞ。1日店長ぐらいやったらできるんじゃ。これも今や配膳ロボットになってしまったんで、たまにしか聞けない説明になっちゃいましたね。ところでさ、みんな一回冷静になって考えてほしい。ネギ塩タンって考えたやつ天才じゃない。どこの焼肉屋行ってもネギ塩タンって絶対うまいもんな。なんだこれ、これはまるで赤井先生の牛、こいつがシャアか。というわけで隠れシャア専用策を見つけたところで、一旦肉飯してろ。どうぞ。これから肉たちが迫り来るぞという産声を上げてますよね。肉たちが甲子園球場でチャンス到来かかった時の歓声を感じますね。生える気持ちを抑えながら、タンにネギを乗せていきたいと思います。はい、よいしょー。あの北海道かどっかのさ、イクラ丼の店でこういう店あったよな。お客さんがストップって言うまでひたすらイクラ積んでくれる店。もうあの気持ち的にはあんな感じでネギ乗せちゃいますよね。てか焼肉屋でそういう店作ってくれへんかな。あったら俺とミクで絶対行くのに。ということで結婚したてくらい熱々のネギ巻き肉にすることといえばただ一つ、ふうふう。では早速いただきますと。そうそう、この味がたまらんのよね。薄切りやけどしっかり歯ごたえもあって最高だよね。ただね、値段の割にちょっと脂身が少なくて、コリコリしすぎてる感じも否めん感じはするな。まあ美味しいんやけどね、個人的には食べ放題やと力丸の牛タンの方が断然うまいかもしれへんな。ただ炙り屋は牛タンのレパートリーが多いんで、そこが推しポイントですよね。ということで続いて牛塩タンでございますね。まあオーソドックスな牛タンですよね。ちなみにこちらはスパイスの麺から焼いていただきまして、焼き上がりましたらレモンダレにつけてお召し上がりくださいませって言ってましたね。あ、意外と言えるぞ。やっぱ一日働けん
じゃんこれ。絶対に嫌だけど。これ見た感じネギ塩タンの肉と違いないように見えるんですけど、実はこれ肉もちょっと違ってて、ネギ塩タンはうっすらネギ塩タレみたいなのがついてるんですけど、こっちの牛塩タンは塩コショウが振られてるんですよね。まあそれだけなんですけどね。ってことで思春期の熱々カップル茶化す時のあの言葉で、ふうふう。結局焼肉来たらタンばっか食べちゃうけど、みんなは何ばっか食べちゃう？焼肉の食べ放題って肉に関しては結構リピートしちゃうこと多いよな。そこが食べ放題のいいとこなんよな。単品はねやっぱリピートするのにちょっとためらっちゃうもんな。それに比べて食べ放題はね、頼みすぎない程度でリピートいっぱいできるんでね、飽きるまで食えるっていうのはメリットですよね。牛塩タンにもネギ乗っけちゃうもんね。愛想のいい可愛い店員さんが次の商品を僕のところに持ってきてくれたところで、てかワンカルの店員さんって可愛い子多くて愛想いい子多いよな。もしかして俺のこと好きなんじゃん。というわけで続いてはこちら、ローストビーフユッケ風でございます。このメニューはワンカルビにも置いてるんで、最寄りに炙り屋がない人はぜひワンカルビでも頼んでみてほしいんですけど、こいつがマジでやばい。なんならこの食べ放題の金額払ってこのローストビーフを目当てに食べに行ってると言っても過言ではない。いや過言やったわ。ちょっとこれ考えた人にも国民栄誉あげたいもん。生物がダメな人以外は誰しもが美味しく食べれますよね、ローストビーフ。ただオーバーいらんな。相変わらずローストビーフがいることでオーバーを超えてきやがるんですよ。ローストビーフトッピングオーバーじゃなくてオーバーローストビーフ味になっちゃってんすよね。ちょっとオーバーの悪口言い始めたら僕1時間は喋っちゃうんで、今日はこの辺にしときますけれども、昔タブレットなかった時代はね、店員さんに直接オーバー抜きでって注文できたんでよかったんですけど、タブレットになってからそのオーダーができなくなっちゃってるんで、来たらのけるしかできないんですよね。もったいない。ってことで続いて僕が炙り屋牛タンで一番好きな牛タン、ニンニク牛塩タンでございます。もう名前から罪よなこいつ。とりあえず思いつく強そうな名前かけ集めましたみたいな名前してるよな。もううまいに決まってんねん。どこからどう見ても美味しくないわけがない名前してんもんな。ニンニクの麺から焼いていただきまして、焼き上がりましたらレモンダレにつけてお召し上がりくださいませみたいな感じだった気する。味はニンニクといえばの酸味が効いてる感じで、とても相性が抜群ですね。デメリットとしてはニンニクなんで明日を犠牲にしなきゃいけません。明日に女の子とデートを控えてるメンズはご注意を。そんなん気にせんと一緒にニンニクがっついてくれる女の子にはいち早く国民栄誉賞あげてあげてください。さあ続いて石焼きビビンバはさすがに一旦置いといて、まだ肉タンしか食ってないんでね、そんなユニバ来てパレードだけ見て帰るみたいなこと僕しないんでね、さすがに次は赤身を食べていきたいと思います。続いてこちら、上カルビ焼きすきでございます。いやもうこいつもまたたまらん一品なんよ。ただのすき焼きですら罪深いのに、それを焼肉で再現しちゃうとか、どんだけ罪深いんですか。このすき焼き風の食べ方の焼肉は結構他の焼肉屋さんでも見たことあるんですけど、お肉の食べやすさ、脂の乗り、食感もろもろ含めて、ここの上カルビ焼きすきよりうまいすき焼き系の焼肉屋さんにはまだ出会ったことないな。本場のおかみが立てる抹茶よりもハイテンションに卵を溶いたところで、焼きすき肉をコンロに。このお肉薄いんで結構すぐ焼けちゃうんですけど、まあ焼けるのを待ってる間にビビンバに付属のレモンを絞っときます。皆さんシェアする食べ物にレモン絞るときは必ず確認しなきゃモテへんぞ。何をお前レモンごときでそんなゴタゴタとって思ったやろ。合コンとかでそういう些細なこと聞けるかどうかで、あこの人は気遣いができるんだなってレモンだけでアピールができるわけやで、そのチャンスを棒に振るな。まああとアレルギーの人とかもおるらしいんでね、そういったのも踏まえてシェアするんであればレモンチェックを忘れちゃダメですよ。ということでレモンチェックとメンヘラの女の子には十分注意した上で、焼き上がりましたこちら、上カルビ焼き好きでございます。何ですかこの色は。さてではこの愛情たっぷり育てた上カルビちゃんたちを美味しく食べるために、この卵の海に沈めていきます。ほらお肉の声が聞こえてくるね。助けて助けて。まあこれも修行の一環ですからね。ではこの修行によって覇気と卵をまとった上カルビちゃんたちをいただけすーまい。もう口の中で一方的に好きやった女の子が、実は彼氏持ちやった時ぐらい儚く溶けていきますね。なんか学生の頃ひっそりと思いを寄せてた女の子が、彼氏持ちでかつ告白もしないのにお前は友達としか見れんって言われたことなんか思い出しそうやわ。さて皆さんお待たせいたしました。ここからはちゃんと赤身を頼んでいきます。ということで続いて、柔らかハラミと北海道産牛カルビでございます。カルビ、ロース、ハラミなんてポケモンでいう一かけゼニガメ不思議だねみたいなもんですからね。でこれで俺一つ思うんやけどさ、カルビ、ロース、ハラミを等しく好きな人っておらんよな。カルビだけとかもあんまおらんねんな。カルビとロース、またロースとハラミは好きなんやけどみたいな感じで、何か二つは好きなんやけどパターンに分かれるよな。言われてみたら確かにポケモンもそうやもん。俺も一かけとゼニガメはパーティーに入れてたけど、不思議だねは進化しても強い技覚えんかったしなみたいな感じで入れへんかった気する。確か美女的には嫌いじゃないんやけどな。だから僕今回ねロース頼んでないんですよ。いつもカルビとハラミにしちゃうんですよね。特に柔らかハラミはね、他の焼肉屋さん行ってもあるんですけど、いや絶対頼んじゃうな。まあだってハラミとおっぱいは柔らかいことに越したことはないですからね。ということで焼き上がった肉なんですけど、若い頃はね焼いた肉ストレートに口に突っ込んでたんですけど、なんと言うてもおっさんに近づいてしまった僕はね、肉を血穴に巻くことにしました。夏場ガンガンに冷房を効かした部屋で、寒い中布団に包まれるぐらいの安心感あるからな。ちなみに血穴を肉に巻いて食べるとさっぱり食えるだけではなく、栄養素的な相性も抜群と。
チジャナに多く含まれる B カロテンビタミンが肉の油と一緒に食べることで吸収率が上がるって書いてます。でそこに白飯代わりに焦がしニンニク香る石焼きガーリックライスをご飯代わりに食っていきます。もうこれが最高なのよ。続いて柔らかハラミも巻いて食べていきます。多分僕ね噛み応えありすぎる肉がちょっと苦手なんですよね。ホルモンとかならいいんですけど、だからハラミもね普通のハラミは頼むこともあないんですけど、この柔らかハラミがとても食べやすくてね、だからいつも頼んじゃうんですよね。飽食。あとは今まで頼んだメニューを一通り繰り返したところで、いよいよフィナーレ、みんな大好きデザートタイムのお時間でございます。ワンカルビ炙り屋はですね食べ放題なんですけど、デザートは一人一つずつとなってますね。まあ昔はもっとクオリティの低いデザートが食べ放題だったんですけど、個人的にはクオリティを上げて一オーダーしかできないシステムは素晴らしいですね。今回僕が頼んだデザートは柑橘とアールグレイシフォンケーキのパフェでございます。他のデザートメニューもそうですけど、おしゃれでしょ。ワンカルビ炙り屋はですね、サラダとかデザートとかの名前が結構おしゃんな感じでとどまってるの多いですね。なんちゃらを乗せてとか、なんちゃら風にとかね。だから働いてる時覚えるのマジで大変やったの覚えてんもん。まる風に行くなとか、まるを奏でるなみたいな感じのこと思ってましたね。いや奏でるはさすがになかったか。まあ、中身はね飲食店従業員ならおなじみの冷凍ベリーが入ってましたね。これも美味しいんで別にいいんすけどね。意外と高いしなこれな。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱ炙り屋はね確認したところ関西圏にしかないっぽいんでね、なかなか大阪や京都に来るようがないといけない店ではあるんですけれども、ワンカルビはね結構あっちゃこっちゃにあるっぽいんで、皆さんぜひ行ってみてほしいですね。あと大阪来た際はぜひ炙り屋も行ってほしいですね。ただみんなもう忘れてると思うけど予約必須やで。マジで一回平日でいいから千日前とか飛び込みで行ってみ。予約限定の店になってるからな。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね飲食店じゃなくてもいいんで、あそこの店食ってくれ、あそこの店行ってくれをちょっと募集したいと思ってるんで、できれば関西圏やったら嬉しいんですけどね。まあ、関西圏関係なくみんなの近場でも構わないんで、よかったらこれ食うてみてくれ、あそこ行ってみてくれ、ぜひ一人何個でも構わないんで、じゃんじゃんコメントしてやったってください。食べ過ぎた、腹パンがすぎる。でも美味しかった。あ、松屋、締めでいくか。